いやいやでもいいだから俺は本当はこの二人が合ってんじゃないかなと思ってるわけ。わかる、本当にいいコンビだよね。いいコンビなの、うん、でこの間明治座でね、はいはい、高田先生ビバリー寄せっていうのがあった時に俺も出たんだけど、はいはい、それでみんなでトークした時にね、はい、磯山ちゃんに松村君どうなのって言ったら、私は別にいいよって言ったんだけど、うん、僕は嫌だっつったの。え、いやいや、まっちゃん結婚するなんて言ったら、ちょっといや、あのドキドキしちゃってとか言って、うん、ちょっとなんかしぶり始めて、はっす何それ、なんか俺はそういうのじゃないんでみたいな感じになって、まさかの磯山が振られたの。そう、松村さん、磯山ちゃんのことはそんな女性としてタイプだったりはしないんですか、まあ、だけどね、今言うべきかななんてこうちょっと思ったりしてね。ごめんなさい、あの先輩ですけど、え、お前何言ってんの。いや、まあ、まあでもね、あの、まあ俺、まあいいなとは思ってますね。いや、可愛いし、性格もいいし、好きだよね、うん、やっぱり目もクリッとしてるしね、おいいっすね。だって、うん、あの楽屋覗いたりしてたんでしょ、明治座で。あの明治座の舞台の時、着替えとかをよく見に行ってましたね。着替え、マジで、ほんとそう。ちゃいちゃい、それは犯罪行為ですから。挨拶だよ、挨拶じゃない、挨拶だよ、覗きじゃんか。いやいや、俺出番が少ないから、あの見に行けるのよ、結構行けるのよじゃないよ、行っちゃダメだよ、隣だし。覗き部屋じゃないんだよ、そこは。なんか洗顔するって言って、ちょっとあのキャミソール姿になって洗顔してたんですね。洗顔するところが本当入り口の真横なんで、通りすがりで見られるっちゃ見られるんですよ、うん、のれんだからね。そう、のれんだから、で来たら、あのその合間からこうやって見て、磯山ちゃんキャミソールいいね、なんかセクシー、訴えられる、セクシーだね。やめろ、いや、だから俺だけに見せてくれるキャミソールかなと思ってね。違う、見せてる覚えはないし。見せてないのよ。ちょっとね、嬉しかったね。だから俺しか見れないっていうかさ、キャミソール。俺しか見れないじゃん。そんなド変態に磯山、はい、振られてるんだから。そうです、私振られてる。プロポーズ断られてるさ、私。いや、すごいですよ、まっちゃん。分かった、松村さんガチすぎるんでしょ。本気で磯山ちゃんのこと好きだから。本気で好きやん。ギャグで、うん、どうするまっちゃんなんて言うと、いやいや、俺はそんなふざけた思いじゃないんだっていう、そういうことなんじゃないですか。そうね、やっぱりね、いいなとは思ってね、俺も。そうでしょ。まあ、ちょっと覗いたことは今ちょっと良くない流れなのかなと思ったけど、うん、もう確かにね、うん、いいね、別にもうほら、な、火の打ち所ないじゃないですか。だってこうやってお笑いとしても面白いし、うん、ね、あのね、本当にこういう話をすると本当に照れちゃうんですよ。なんでです、恋愛の話になると照れちゃう。いや本当ね、俺もなんだろう、素人の方はちょっと苦手なんです。知るぞ。ひどい。いやいや、その別にお店の人じゃなくてもいいじゃないですか。どうかね、やっぱり一般の方も含めたタレントもそうだけどさ、うん、やっぱ俺プロじゃないとちょっと難しいんじゃない。なんでです。で、いやいや、別にプロの人ならプロの人でもいいっすよ。でも結婚とか考えないんですか。その、例えばじゃあお店のお姉さんでもいいですけど、結婚とかは考えない。いや、どうなのかね、まあ、ちょっとじゃあそういう、ちょっとどうしていいか分かんないな。そわすわすんな。すごいですよね、ほんとこれなんです、毎回そわそわしちゃってね。ほんと分かりやすくそわそわするね。いやいや、まあね、うん、なんでです。いや、もうじゃあ本気でですよ、本気で磯山ちゃんが、うん、ね、いや松村さん、あの本当に私、そのギャグとかじゃなくて好きですと、はいはい、うん、本当にあのちょっとお付き合いしてもらえませんかって言ったらどうします。いや、それはもう、いや本気だったら OKOK、 俺断る理由はないけどね、うん、そうでしょ、うん、一切こっち見なくなっちゃった。全然見なくなっちゃった。そうなのよ、やめてあげてください。そうね、まあ、ちょっと、いやだって磯山ちゃんが言われるなんて本当もう天にも昇る気持ちじゃない。いやいや、それはそうよ。俺80年代でやっぱ柏原芳恵ちゃんもファンだったからね。関係ない。何の話ですか。なんだろう、ぽっちゃりの、ぽっちゃりの、ちょっとどちらかというとぽっちゃり系が、うん、ぽっちゃりな感じは好きで、うん、ちょっともうマジ、ちょっと改めてちょっと告白したら、そう、好きなんでしょ松村さんのこと。え、これちょっと改めてちょっともう我々いないぐらいで思っていいから。うん、いや、いやいや、それ何マジ、あ、松本さん、なんかちょっと磯山ちゃんが話あるらしいですよ。いや、それマジ、松本さん、もう私たち結婚しよっか。あ、なんかちょっとドキドキする。ちょっ
ドキドキする。ドキドキするね。もうどうするんですか、ラジオできなくなったら本当に。ドキドキする。隣なんだからラジオの席。何してんで、ほらあの私への見方ちょっと変わってきたもん。気持ち悪い。ねえ、どうしてくれんのこれ。ピュアなんだから、まっちゃんは。すごいね、本当に。いや、俺タレントになってなかったら一流のストーカーになってるね。自慢すんだ、そんなこと。俺は公開放送いつも一番前に座ってるタイプだった。今だから言うけど、うん、公開放送一番前に座ってた。